皆さんはじめまして、銀座山形屋で、商品企画の、担当しております、細谷と申します。本日は、この春、弊社から、デビューいたします、新しいオーダーメイドの、ライン、ユーティリティスーツについて、ご紹介をいたします。今回のユーティリティスーツ、ユーティリティ、その名の通り多機能ということで、新しく、展開をするモデルなんですけれども、大きく分けて3つのラインに分かれております。1つ目がユーティリティクリーン、ポリエステルをベースとしたウォッシャブルも対応可能な仕様。で、2点目がこちらのベージュなどが代表的なものになりますが、ユーティリティナチュラル、天然素材を用いて軽く柔らかく仕立て上げるボタンになります。で、その横のブルー、こちらがユーティリティライト。こちらは通常のウール素材を使いながら日常のスーツをより軽く柔らかくということをコンセプトに作られるスーツになります。ユーティリティはこの大きく分けて3つのラインを持って展開をしていくオーダーメイドになります。はい、それでは21年春に銀座山形からデビューいたしますユーティリティスーツの詳細について少しお話をさせていただきます。今回のこの新仕様がスタートするにあたりまして、ビジネスウェアとカジュアルウェアのボーダーレス化ですね、境界線がだんだん曖昧になってきてなくなっていくっていう、皆さんの会社でもだんだん継承が進んでいるかと思うんですけれども、そういった背景が一番大きい要素としてあります。この他にまずファッションのトレンドの部分ですね、少しゆったりとしたサイズ感ですね、今までのキュッとタイトなものばかりではなくて少しゆったりとした着こなしが好まれる傾向になってきているということと、非常にストレッチなんかの効いた伸びのいい素材を使ったもので気楽に着られるものが多くなっているというようなことですね。で、そういった素材感を使ったセットアップという上下ものですね、こういった上下の揃いもの、セパレートバラバラで使えるけれどもスーツにもなるよというようなことを僕らの世界でセットアップなんていう呼び方をするんですけれども、こういったものが市場で非常に多くなってきたっていう背景が一番強くありました。で、ここに拍車をかけたのがくしくも世界中で感染拡大をしている新型コロナウイルス、この感染拡大によってテレワークですね、皆様もだんだん多くはなってきていると思うんですけれども、テレワーク、在宅勤務なんかが多くなっていくことによって会社行かなくていい、パソコン上の話し合いの中で Zoom でミーティングで仕事がある程度成立するというようなことだったりというようなところですね、このコロナ禍による生活様式の変化というようなところが拍車をかけて、こういったものが皆様の生活の中に必要必須になっていくことになるであろうというようなところが一番強く考えられる要素として、我々も緊急性を感じスピードアップをして開発に至ったというようなところがあります。それも特にもかくにもまずこの従来のかっちりした、私が今着ているようなかっちりしたスーツと、いわゆる普段のですね、カジュアルウェアの、ボーダーレス化というようなところが進んでいく背景の中で、生まれてきた、新しい商品であるというところが、今回のユーティリティスーツの大きな一番の、ポイントになります。はい、それでは、ユーティリティの、この3つの仕様、今回1つずつ、ご説明を、していきます。まず1つ目が、ユーティリティクリーンという仕様になるんですけれども、こちらはご注文の内容によっては家庭洗濯が可能なところまで仕様として選ぶことができるようになっております。一番大きなポイントとしましては、家庭洗濯対応に耐えうるように、まず裏地が全て入っていないということですね。これは、袖の裏まで、入っておりません。全くの、一重の仕様になっております。で、
それに、プラスして、非常に、材料として、伸びのいい生地ですね。ぐるぐるっと、強いストレッチ性が、縦、横、斜めまで、全て、対応するような形に、なっております。で、そこまでしっかり伸びるにもかかわらず、ご覧いただいて分かる通り、形としては、しっかりと、ジャケットの形を固定しているということですね。で、もちろん、従来のオーダーの通りに、襟を、こういうピークではなくてノッチという普通の切り落としの襟もお選びいただけますし、ベンツもサイドセンターベンツなしお選びいただけます。ポケットも、こういった普通の、蓋付きのポケットからこういうパッチですね、貼り付けのものまでお選びいただけるという非常に自由度の高いものになります。で、もしご家庭で、ご洗濯いただく場合というのは、手洗い、もしくは、洗濯ネットだけは、お約束事として、お守りいただきたいというところですね。ガシャガシャと、思いっきり洗ってしまうと、少し問題が出てしまうかもしれませんので、そのあたりだけはご注意いただきたいと思います。ただ、成形この形にした後に、専門機関による洗濯検査では、数十回の洗濯までは、当然試験をクリアしている材料になりますけれども、そうは言っても、実際のご家庭の洗濯の場合は、通常のマシンウォッシュだと、リスクが高すぎますから、ぜひ、洗濯ネットに入れて洗っていただきたいということですね。で、これに、セットアップされてくる、ズボンの方ですね。こちらについては、これ全部の仕様で同じなんですけれども、このナチュラルライトでも、共通で、ズボンのウエストは、後ろゴムですね。この後ろゴム、こちらが、最長で8センチ伸びるというような仕様になっております。ここですね。で、これは、普通に履いていただくと、前からは、全くわからないです。この状態になりますので、通常前から見ると普通の、パンツなんですけれども、後ろだけが、このように、ゴムで、仕上げておりますので、履いていただいて非常にラベルということですね。で、ズボンの方も当然、上着同様に、強いストレッチ性が深さに付与されておりますので、お召しいただいたとき、在宅で椅子に座ってパソコン仕事をするようなときでも快適で楽にお召しいただけるというような形になっております。で、こういったものを使ってコーディネートをしていただこうということになるんですけれども、この手のものをきちんとちょっとスーツの代用品として使いたいねというような場合につきましては、まあ、対応するしないというところはあると思うんですけれども、ちょっとじゃあいいですか。お願いします。こういった少し、ざっくりしたオリジの、ボタンダウンの類ですね。これはちょっと襟元の変わった仕様になるんですけれども、通常のこういったボタンダウンのでも結構です。こういったものを、インしてもらって、セットアップで、パンツまで入れていただくと、お仕事の、シーンでも行けますし、場合によってはその出張で、長時間新幹線に乗る、飛行機に乗るなんていうような場合でも結構です。で、もう一つはこのくらい、ちょっと、気取った形で、お食事に、今はちょっと行きにくいですけど、お食事に出かけるであるとか、そういったシーンまで、お召しいただけるようになっておりますので、あまりこの V ゾーンについては従来通りの、しっかりしたドレスシャツよりも少しこう砕けた印象のものでお召しいただくとよろしいかと思います。はい、すみません。で、これに、もし上着は着ないねということで、あれば、もうこのまんま、シャツパンツだけで、場合によっては、シャツの裾をウエストからこう出した状態ですね、少し気楽な形にしていただいて、足元には、綺麗なレザースニーカーなんか履いていただいたりすると、
大人のちょっとした普段着というようなところまでお召しいただきますので、ぜひぜひ快適な着心地と軽くおしゃれも一緒に楽しんでいただけるというこの仕様、新しい仕様になりますので、ぜひお楽しみいただきたいと思いますね。はい、それでは続きまして、ユーティリティナチュラルに、2番目になりますね。こちらのナチュラルにつきましては、基本仕様としては、このユーティリティライトのこの後に、ご紹介するものと、大きく、メイン仕様としては変わらないんですが、お使いいただきたい表に来る素材というのが、コットンであるとか、そのリネンですね。そういう天然素材と、この軽い仕様を掛け合わせて、従来型のそのコットンスーツであるとかリネンのスーツ、あるいはそのセットアップと呼ばれるものよりも、もっともっとこう気楽に少しこなれた印象ですね、いうようなところで、お召しいただきたいということで、開発している、仕様になっております。で、こちらにつきましては、今度は、先ほどの、クリーンとは、違って、マシンウォッシャブルは、基本的には不可になります。ご家庭での洗濯は、不可ということになりますけれども、このような裏仕様ですね。肩周りに、こう、俗に言うその観音裏地と呼ばれる、こういうような裏地がつきまして、お袖の裏が、同じように裏地がつくということですね。で、これは、その腕の抜き差しですね。着るときと脱ぐときにきちんと滑りがないと、脱ぎ着しにくいよねっていうようなところに、配慮をして、裏地をつけるというような仕様になっております。ただ、これにつきましても、通常の、今まで、私どもでも、取り扱っているようなこういう裏付き仕様ですね。こういうものに比べると、もう圧倒的に裏が入っておりませんし、もうフロントもこう、くたっとした作りになっておりますから、一番最初から少し、肩の力が、いい具合に抜けて、こなれた印象で、お召しいただける、仕様になっております。こちらユーティリティナチュラルですね。で、こちらにつきましても、パンツは、ウエストがゴムが入ります。こちらですね。先ほども、ご紹介しましたけれども、このように、ウエストが後ろ折り1本丸々ゴムですね。これも8センチ。これ基本規格になりますので、すべて8センチの、伸びで、共通になっております。で、ごめんなさい。先ほど、申し上げなかったんですけれども、こちらの、ウエストゴムパンツにつきましては、選択肢として、先ほどの、クリーンですね、は、フロントノープリーツだったんですけれども、ワンプリーツも、お選びいただけます。こちらですね。こちらはワンプリーツになります。で、これに、通常の仕様になりますので、こちらの仕様は、このように足の滑りもいいように、まあ、俗に膝裏と呼ばれるんですけど、この下線の裏地が入ります。で、先ほどの、このクリーンにつきましては、先ほど申し上げたその家庭洗濯、対応のものにつきましては、この裏も、今度はつきません。こちらは、通常の仕様に近い形で膝の裏地がつくというような形になりますね。で、今回、ご覧いただいているものが、コットンの、材料になるんですけれども、こういうものになってくると、皆様今までも、何度となく、カジュアルウェアの中でお召しいただいてきた材料だと思うんですね。私どもでオーダーするしないとかっていうことではなくて、いわゆる綿パンとして普通に、お召しいただくこともあるでしょうし、普通のコットンジャケットとしてこういったものをお召しいただいてきたことが、何度となくあると思います。で、それと同じような延長線上でお召しいただいて結構かと思います。で、これを、私どもとしてご提案したい、ビジネス兼用としての、コーディネートとして、1位かな、お願いします。先ほど同様に、上下のセット、ネクタイなしなんていう場合は、このよ
ような形ですね。こういったものに、今私がしているようなこういうちょっとメッシュ調の洗い織りのネクタイをしていただいたり、ニットのネクタイをしていただいたりということでもいいですし、喉のボタンを外していただいて、納体ということでも結構です。で、こういったものにしたり、ちょっと今年っぽいねって呼ばれるようなものですと、こういうシャンブレー素材ですね。こういったものも、タブカラーなんかにニットタイを、あしらっていただくと、ぐっと今年っぽく、シャレて見えてもきますし、シャレて見えてかつ、気楽で快適であるというようなところまで、お召しいただけるかなと思います。で、こちらについても、先ほど同様に、上着はいらないねっていうような時はこういったシャツだけであったり、で今度は下コットンですから、皆さんもお手持ちに1枚はあるだろうポロシャツであるとか、ちょっと手前どもでは、今現状取り扱ってないんですけれども、ニットポロって呼ばれるものですね。そういうものを、コーディネートに選んでいただいてもいいかと思います。でこういうものを、少しズボン丈短めにしてローファーみたいなもので履いていただいたりしても、ちょっとかっこいいのかなと思いますので、そういった材料、お手持ちのもの、上手に合わせていただきながら、この少し肩の力がいい具合に抜けたコットンのセットアップ、こういったものも、お楽しみいただきたいと思います。はい。それでは、最後の仕様になりますね。ユーティリティライトになります。こちらは先ほどのこのナチュラルと基本的な仕様は変わりません。肩周りと袖に裏地がつきまして、ズボンの方も膝の前側ですね、ここに裏地がつく仕様になります。でここで何がじゃあ違うんだということになると、こちらは従来普通にスーツで使っていたウール素材ですね、このあたりをメインに使いながら、いつも通りのスーツの、雰囲気のまま、気楽に快適に着ていただこうじゃないかというようなところが、基本形になってまいります。こういうことですね。パッと見、普通のスーツなんですけれども、作りが非常に薄く柔らかいというようなところが、先ほど同様ありますので、このような形ですね。肩周りの裏地がついて、袖の裏だけがついて、前がもう全然つかないというような形になりますから、非常に、軽く、柔らかい作りになります。で、これもデザイン、今たまたまこのようなピークドラベルというこの、尖った襟になってますけれども、普通の襟も選んでいただきますし、ポケットのアレンジも自由です。で、お袖口も、例えばホームセッターというのを保護しているのが、開くような仕様ですね。こういったものまでお選びいただけるようにはなっていますから、非常にデザイン上の自由度もありますので、だいぶ楽しく選んでいただけるかなと思います。で、ズボンの方ですね。これが先ほど同様、この後ろ帯に8センチ分のゴムが入っているというような仕様になります。で、こちらについても、通常のスーツ同様のコーディネートを組んでいただいても結構ですし、先ほど来お話をしているこういう、まあ、5月以降皆さんクールビズになってくるかと思いますので、ネクタイを、しない仕様の、インナー使いですね、こういったものを、選んでいただいても結構ですし、コットンの時にご紹介したこういうシャンブルですね、少し砕けた印象のもので、タイルアップをするなんていうのも、こういったものの場合は、十分可能です。で、ただ、このライトの仕様の時に、1点だけ、注意点といいますか、お伝えしておきたいのが、いわゆる完全な真夏仕様の極端に薄い生地ですね。表地を選ぶ場合は、どうしても、この場合はその汗による湿気を吸い込むだとかっていうところが直接的に入りますので、かなり強くシワになってしまう可能性がありますから、少し張りの強い材料をお選びいただきながら、この軽い仕様をセットしていただくと、快適にお召しいただきながら、かつそのシワなんかのところも、多少配慮していけるかと思います。
ますので、そのあたりは今後順次店頭の方に見本が並んでいきますので、店頭スタッフとご相談いただきながらオーダーの時に楽しく選んでいただければというふうに思います。はい、それでは、本日、最後の、ご紹介になります。先ほどから、ユーティリティの、クリーン、ナチュラル、ライトと、今日3つ、ご紹介させていただいたんですけれども、出回る前から、早速応用編ということになるんですが、当然、ユーティリティスーツと先ほどずっとセットアップのお話をしてまいりましたが、当然、この単品でのジャケット、パンツというようなところでの、オーダーも、可能になっております。で、今シーズン特に、おすすめしておきたいのが、こういうブルーの、ジャケットと、ややサックスよりの、グレーですね。こういったものをにジャケットですけど、かなり従来の私のもしっかりした感じのジャケットではなくて、これもこう非常に軽い仕様になってますから、これね、単品でお使いいただくような形ですね。こういったものであったり、ブルーのジャケットにシンプルなグレーのパンツを合わせていただくようなコーディネートですね。こういったもの、当然まあこういう濃いグレーとかでもよろしいかと思います。こういう感じですね。で、まあ好き嫌いあるかと思いますが、今シーズンあたりはやはりこのプリーツ付きのパンツというのは、世の中的にもかなり多く出てきてますから、ぜひぜひおすすめですね。フリーズ1本2本、お選びいただきます。で、普通のベルト通し付きがいいよということであれば、こういった絞りアジャスターじゃなくて、通常のこういうベルト通し付きも当然お選びいただけます。少しずつ、タック付きのズボンの、ニーズが出てきておりますので、こういった形ですね。で、こちらのズボン、私どもで、去年おととし1年前かな、開発したところなんですけれども、このプリーツ付きのズボン、ハイバック仕様になっておりまして、お尻側が非常に高くなっていて前側が低いズボンなんですね。これは、履き心地と、見栄えを、両立するのに必要な事柄が、ふんだんに盛り込まれているズボンになります。前身の見栄えですね、あんまりこう股編みが深くてぼってりした見栄えは嫌よっていうようなお声がありますので、前側はスッキリと、フロントが切り落ちた形ですね。こういった形になりながら、お尻側はすっぽり包まれて、歩きやすくもなってくるということですね。で、もうだんだん今、当たり前になりつつなってきました。まだ完全に当たり前になったとは言いません。なりつつなってきました。テーパードと呼ばれる、もも周り少し、ゆとりを持たせながら膝から裾に向かってキュッと絞り込んでいく、このシルエットですね。こういった形のズボンと、上はこうリラックスした形で、合わせていただくと非常に、おしゃれなムードになってくるかなということになりますね。で、もう一つ、追加の補足というかお知らせですが、特にその最近多いと思います Zoom と呼ばれるようなそのウェブ会議場のものですね。で、そういったものの時は、日本人とかアジア圏の人たちがその黄色いお肌ですね、こういうものの時は上に青っぽいものが来ると顔写りがいいなというふうにもされておりますので、もしお手持ちに、従来のそのコンブレの類がないねとかというようなことであれば、一つこういったブルー系のジャケットをお手持ちに入れていただくと、かなり便利に、かつ、気楽に、ね、裏も全くない仕様になりますから、お召しいただけると思いますので、ぜひぜひ、お近くの、山形屋ショップで、足をお運びいただいて、現物をご覧いただきながら、オーダーをいただければと思います。ここまでが、私ども、今シーズン、新しい商品の、ご紹介で、ございました。長時間の、ご視聴、どうもありがとうございました。このユーティリティにつきましては、先ほど申し上げましたが、3月の中旬から後半にかけて、
お客様にお召しいただけるサイズの見本のお洋服、順次店頭に入ってまいります。銀座山形屋の山形屋冠のショップ全店、丸の内に構えておりますサルトリアプロメッサ、それ以外ですと、訪問販売の舞台ですね、パーソナル営業部というようなところでも、今回の、このユーティリティの商品、全部所で取り扱いますので、ぜひぜひお気軽に、お問い合わせをいただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。